show you one time. Bend, show me two time. Bend, bend, bend. Show me, show me, show me, show me one. Who time again? Show me one time. 買ってきた。ヒカキン TV every day. よいしょ。ただいま。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。今日はですね、朝から晩までずっと動画編集してて、今もう夜の11時なんですけど、あのね、何も食べないでやってたんだよね。スルメぐらいかな、食べたの。で、特に何も考えずに、動画撮ることも考えずに、あの、今セブンイレブン行ってきて、帰ってくる途中に、あ、ちょっと、動画とか関係ないところで僕が、どんな風にコンビニで、爆買いしてるか。で、これ動画にしようかなと思って、本当に一切動画のこと考えないで買い物してきたんですけど、今日はそれをお見せしたいと思います。結構、爆買いです。レシートいらないって言っちゃったからもらってきてないんですけど、5500円くらいだったと思います。で、ちょっとレジに置ききれないくらい買いました。というのもね、数日分の食料です。生き残るための。さあ、見ていきましょうか。じゃあ、まずちょっと食べ物じゃないものが1個。こういうの買っちゃうんだよね。コンビニの店長のこの本のチョイスがナイスだからさ、つい買っちゃう、こういう本。これ552円って書いてある。安いぜ。まあ、これは置いといて。もうこれ一気に出した方がいいかな。一個一個見てたら終わんないんで、ちょっと一気に出したいと思います。よし、相当あるよ、これ。相当ある。さあ、行きましょう。まあ、でも、あ、やばい、アイス入ってる、アイス。やべやべやべ。アイス入ってる。床暖房の上にアイス。危険だよ。まあ、早くすれば大丈夫。よし、行こう行こう行こう。まあ、これ本当に何も考えないで僕買ったイコール、最近僕が好きなものばっかりです。あとは、ちょっとカロリーとか気にしてます、最近は。よいしょ。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばい、すごい。なんか、温めたくないもんばっかり。で、美味しそうなもんはもう一気に2個とか買っちゃうんですよ。うん、明日も食べたいから。うん、これは、我ながらセンスのいいチョイスだね。よし、こんなところだろ。アイス溶けちゃうから早くしよう。よし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 。よし。はい、こんな感じのラインナップでございます。全部うまそう。じゃあこっちから見ていきますかね。まずこれ、最近僕がね、めちゃめちゃ大好きでおすすめな、ハーゲンダッツほうじ茶ラテ。あんまりね、甘すぎないアイスが好きな方、ぜひ食べてほしい。めっちゃ美味しいです。そして、はい、こちら、みんな大好き、R1 ヨーグルト。ちょっとパッケージが新しくなってんな、これ。これもね、毎日朝飲んでます。はい、そして、はい、これ納豆。あのね、セブンイレブンの納豆は、タレがうまいんですよ。僕ね、結構こう、大手の人気の納豆と食べ比べたことが実はあるんですけど、タレがうまい。で、ここからじゃあちょっとダイエットっぽいもの。最近ダイエットの本を買ったんですけど、コーヒーゼリーはね、比較的ダイエットには優しいデザート。あと、これびっくりしたんですけど、はい、こちら。シュークリームなんですけど、普段はね、このホイップ入ってない方を買うんですけど、ちょっと売り切れてたんでこれにしたんですけど、シュークリームもね、ケーキとか買うよりかは、ダイエットに優しいスイーツらしいです。で、ダイエットの味方、サラダチキン。セブンイレブンのはこのね、ハーブのやつが美味しい。はい、そして、こちらですね。はい。まあ僕的にはサラダの王様、シーザーサラダ。これがね、振って食べるやつなんだけど、うまいんだよ、これが。まあダイエットで言ったら本当はシーザーサラダはね、カロリー高いと思うんですけど、まあ、それくらいは許してよって感じでね。で、こっから僕のね、主食的なものなんですけど、はい。麻婆豆腐。セブンイレブンの麻婆豆腐はめちゃうまいです。こういう豆腐とか食べると、ご飯とかね、パンとか炭水化物食べなくてもある程度満足できる。まあ、あとは辛いもの食べるとね、案外満足できるんだよね。で、その流れでこっちかな。はい、チンジャオロース。本当はこれもね、ご飯と食べるとめっちゃうまいんですけど、これだけで我慢する日もあります。で、あとここね、これ枝豆。初めて買っちゃった、これは。で、これね、結構しょっちゅう食べる。セブンイレブンの野菜スティック。これね、野菜のシャキシャキ感も、このなんか、マヨネーズ味噌も美味しい。で、次。これだけではちょっと栄養素が心配なので、はい、こちら。タンパク質を取るために。これもね、初めて買ったね、ちょっと。炭火焼き鳥タレネギですね、これ。うん。これうまいでしょ、絶対。ね、タンパク質食べないとね。
で、そしてこっからもうちょっとフルーツとかスイーツ系なんですけど、あ、その前にこれか。そう、これ美味しいんだよ。辛いんですけど、あの蒙古タンメン中本の豆腐スープ、こういうの食べると、満足感得られますね、辛くて。はい、そしてラストはこの辺か。これたまたまいちごを売ってたんで、あ、ついにいちごの季節かと思って買いました。あとは、忙しい時僕朝とかバナナ食べてすぐ出かけたりするんで、バナナと、これもね、ダイエットの時にアーモンドがいいってことで、本当はね、アーモンドだけのやつにしようと思ったんですけど、それちょっと売ってなくてこれにしました。てな感じの買い物です。ちょっとアイスとかだけ閉まってきますね。アイスだけ。あーと、これか、この辺もか。よし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 。バーンでしょ、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 バーンでしょ。はい、てな感じで、まあ、気づいたらヒカキンのちょっとダイエットを意識したコンビニの買い物みたいな感じなんですけど、正直言って私ヒカキン、コンビニに行く回数だったらマジで誰にも負けないぐらい行ってると思うんで、初めて買ったって言ったものを除いて、今買ったものはね、非常に美味しい自信があります。まあこれセブンイレブンですけど、うん、必ず毎日コンビニ行くから、まあでもこれで、今日明日はね、生き延びられますね。こんぐらい、まあ2日間で終わっちゃうからね。そう思うと1日2000円くらいかかってるんで高いね。まあ今回ね、言いたかったのは、本当に動画とかを意識しないで買い物に行って、帰り道で撮ろうって思ったんで、普段の僕の買い物がそのまんまお見せできたと思うんで、ぜひ皆さん、美味しそうだなと思ったものがあったら、同じもの買ってみてください。おそらく美味しい。あー、おいしい。チャンネル登録ぜひぜひお願いします。よければグッドもぜひ。 Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。 Band show me one time, Band show me two time, Band show me one 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 time。じゃんけんタイム、いきますよ。最初もブーン、じゃんけんポン、バイ。うわー、リビング見たら思いっきり3個あった。6個になっちゃう、これ。あるあるです。